ようこそ、こちらはタイボンです。それでは今朝久保選手から実況やっていきたいと思います。ってことなんで CL です。チャンピオンズリーグです。レアルマドリードで初 CL、 こんな早く来るもんなんだね。忘れてました、完全に。あ、いいね、この緑、めちゃくちゃ色が目立つ色で。ちょっと疲れてるなぁ。お疲れモードも、まあ、これは。まあ、いいか。じゃあ、久保としばらく行きましょう。ウェーバーチャンピオンズリーグ、スパルタク・モスクワベースであるマドリード。さあ、来ました。CL。もう、大切ですからね、グループステージから。アウェーだし、ここはもう、まあ、絶対勝ちたいというところです。ちょっと歌があんじゃん、歌が。やばい。ちょっと今、あんま大きな声、あれ出せないから。ちょっと低い声でね、1オクターブ下で歌わせていただこうかなと思います。ここはやっぱカットはちょっとできないからね。カットしたくないから、やっぱりそこだけ。なんかおちんちんビロンってすげえ合うんだよな、この歌に。なんか多分みんなもちょっと一回歌ってみてほしいんだけど、歌ってる途中に言いたくなんだよね。なのでちょっと一回歌ってみることを推薦します。行くぜ。気合入った、気合入ったんで、今のところそうだね。今2試合連続ゴールかましてるんで、 CL でもね、 CL ちょっとなまったな、 CL でもね、得点を重ねていこうと。どうだ、ちょっとごめんね、ミスたけど、いいじゃない。はい、来たよ。悪いけど、くそ、惜しい。もらおう。打っちゃうよね。いや、まあ逆足であれぐらいのシュート打てるレベルにいるって考えたら、もうめちゃくちゃいいようなシュート打ったと思うんですけど、これはキーパー、あ、まあなんだこれ、来たぞ、うお、やっべえ、ゴール決めちゃった、やべえ、ゴール決めたぞ、やべえやべえ、これ逆に興奮すぎると声が出なくなるって今やつになっちゃった。いやー、ちょっとこれは語り継がれるぞ。語り継がれる。とんでもゴール。この実況今始まって多分3分とかなんじゃないの？マジで？いや、3分で見せ、おい、邪魔だよ。副審。ふざけんなよ、マジで。邪魔しやがって。さあ、いいよ。マジで、ほんと、マジで調子よくね？なんかまだまだ全然いける気すんだよな。じゃあベンゼマ走って。オッケー。いやー、無理か。取らんか。いや、いいね。はい。いや、来たよ。打て。はい、来たー。いや、マジちょっと、マジョルカ時代は何だったのかっていうぐらい今、めちゃくちゃいい感じだぞ。ベイル、敵サポーターの前、それはまずいな。敵サポーターの前にそのガッツポーズはやばいわ。殺されるぞ。恐ろしやだから。いや、パス最高、シュート最高。こうベイルとのホットライン今、来てるか、久保と。久保ベイル。いや、いそうだな、日本人で。どうも、久保ベイルです。はい。そんなことしてるから。あ、来たよ。ベイオファール。狙え、いや、遠いわ。狙えなくねえかなと思ったけど。狙うのは難しそうだ。ちょ、ベイル、タケちゃんに任せるな。
弱い弱い弱い、パス弱いパス弱い、さすがにそれは弱いわ、さすがにそれは弱すぎ。はい、おい、いやいや、ちょっとね突っ込んでこなかったな。よしよしダメかちょっとな、今のなんか綺麗なかったな正直あんまり。はいはいはい、前半終了。ただね、やっぱさあのさあ、さあの疲れてたからスタミナが結構やばいけど、まあでもちょっとまだ CL 出たいなということで続行だ。まだ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 やっていくよと。はい、 OK。ちょっと待って、スキルムーブもうちょっとね、いろんなの使っていきたいんだよね。来たよ、いや来たぞマジで。これちょっと打つ PK ないか。いやー決まってーよーマジで。まあいろんな選択肢あったからね。あ、ベイル変わってマリアの投入か。ベイルにちょっともう一回ねアシストしてあげたかったけど、まあまあまあ、次はじゃあマリアーノさんにね。うん、やめてよ、失点しないでマジで。なかなかいいクロス。ああ、さすがにそれはむずいわ。あ、変えられたわ、さすがに。やっぱね、ちょっとスタミナがやばかったから。はいはい、まあシミュレートでね、いいでしょう。さあ次の目標が来ましたね。セビジャ、アラベス、ジローナ、ベティス戦。はい、これ簡単だね、これは絶対クリアできるわ。さあじゃあ次はセビジャ戦。セビジャはもう強豪なんでね、普通にここでも得点決めれたらもうやばいぞ。久保ブーム来てるぞマジで。はい、じゃあ久保としてプレイでいきましょう。ちょっと間違えて、間違えるなとかよ、ちょっと飛ばしちゃったわ。さあベストディフェンス、あ、1失点しかしてないんだレアル。そうだ、まあ確かに失点してるとこあんま見たことないな。さあ行きましょう、ホームなんで。ホームのサポーターを魅了しましょう。来たよ、がっつり空いてるよ。これもはい、ニア。う惜しい。ちょっと強すぎたかな。いや、惜しいな、マジで。なんか失点しそうだな。なんかそんな気したんだよね、今。なんかそんな気がもうプンプン、プンプンして。でね、決められると。そう言った瞬間決められたからね。なんか雰囲気出てたもん。まあ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 、まあ、バルサさんだね、バルサさん。チャンス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 、タケ、あーくそ。ちょっとセビジャやっぱちょっと強いね。うん、取れるっすよ。オッケーオッケーオッケー、よしよし、パス、もうパスだ、パスパス、きた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 、ナイス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 。いやー、なんだそれ。まあ仕方ないから、ちょっと体当てるまま当たられまくってましたからね。まだまだ、タケ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 、おい、おお、カズミラ、ちょっとそれは怖いわ。うん、まあ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 、でも点決められる予感はしてるんでね。 OKOK、 後半後半後半、ちょっとリーグ戦は負けたくないな。いや、全部負けたくないんだけど、リーグ優勝はやっぱしたいんでね。アトレティコがなんか今全勝してるっぽいんで、今のところ。それはね、ほんと負けちゃダメだね。いくぞ。危ない危ない危ない。取られんな、取られんな。いいよ。ベイル。ベイルじゃねえ、ベンゼマ。くそ。くそ。はい。ナイスナイス。あ、危ない危ない、取られんな、取られんな。あー、そっちか。いや、ベンゼマ。あー、なんだ、もうぐちゃぐちゃしちゃって。マジ、最低引き分け持ってかないと、これ、ちょっと本当にまずいな。今後ね、やっぱこういう序盤の負けが辛くなってくるからね。何それ、何それ。危ない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 。竹下に、竹下に。なんか、イエローカードもらってんだけど。あれ、どこのでもらったの、これ。いつなんかやったっけ？ファールもらった気がす、もらったっていうか、ファールしちゃった気がするけど。それのか。いやー、通らんな。ちょっとマイボールにならない、この試合全然。はいはいはい。
ちょっと本当やめてオッケー、怖いここ使っていって、おいいトラップ、いいよ、はい、ね、狙いはいいんだけどな、本格的に時間がない、本格的な時間が、おい大丈夫か、ナイス頑張れ、よしいいぞ、何それ、すごっ、え、逆にすごそれ、あれでそこまで飛んだのも相当すごいわ、負けてるんだよちょっと、いや負けたー、マジかいな、 6.3 とかひどいし最悪だ。はい、そして次はアウェイでアラベス戦なんですけど、今の敗北でね、3位とか2位とかにいたんだけど8位に下がりました。まあ、まだまだ序盤なんでね、何試合、5試合とか5、6試合しかやってないからね、うん、まあまだ分かんないよって感じだけど、やっぱ痛いねここら辺の敗北は。うん、ちょっと連勝できるように、ね、頑張りたいですね。あと連続得点記録が途絶えてしまったから、またちょっとこのアラベス戦からね、ちょっと一から作り上げて継続していきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価もチャンネル登録した方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パヨリー。